30年以上続く干潟の祭典、鹿島ガタリンピックがサントリー文化財団のサントリー地域文化賞に決まりました。このサントリー地域文化賞は、地域文化の発展に貢献した個人や団体の活動を表彰するものです。39回目となった今回は、鹿島ガタリンピックをはじめ5つの団体に贈られ、賞金はそれぞれ200万円。贈呈式は9月29日に都内で行われます。鹿島ガタリンピックは笑顔と元気が広がるユニークな干潟スポーツの祭典を市民が手作りしたことが高く評価されました。佐賀県内の団体の受賞は18年ぶり4件目です。鹿島ガタリンピックの主催団体フォーラム鹿島はこの貴重な賞を励みにさらなるパワーアップ、レベルアップをして干潟を世界中にアピールしていきたいとコメントしました。